おはようございます。今日の話は幸福の法則一日一元という宇野千代さんの本の中から陽気は美徳という話です。陽気は美徳、陰気は罪悪というのは私の作った格言であるが、美徳も罪悪もそのままの姿ではとどまらない。すぐそこで隣の人に移るものである。どんなに大きな美徳もどんなに小さな美徳もすぐそばの人に移る大きな力を持っている。陰気はどんなに小さな陰気であっても全ての人に移るものであるから、夢にも陰気の気持ちを持ってはならない。陰気な人が好かれるのは、陽気な人が好かれるのは言うまでもない。実際人間というのはそこが雨降りだと世界中どこへ行っても雨降りみたいな気になりやすいものですけれど、実際にはそんなことはありません。別の場所では確かに良い天気で綺麗な花がいっぱいに咲いているところもあるんです。ちょっと気を変えて一刻も早く別の新しい道を一歩踏み出してみる。曲がり角を曲がってみる。おや、こんなところに出たわと自分でも信じられないほど明るい場所に出るものです。人の心を明るくするのも暗くするのもあなたの発する言葉次第。どうぞ人には柔らかな言葉で話してくださいね。そしてくれぐれも否定語を使わないでくださいね。皆さん、どうぞ皆さんも自分は運の強い人間であると思ってください。きっとあなたの思った通りになりますから。陽気発するところ金石また通る。陽気が満ち満ちて発すれば硬い石や金属でさえも突き破ってしまう。陽気に積極的に行動すればどんな困難も突破できる。安岡正弘先生は、徳とは無類の明るさのことであると言った。陽気もまた無類の明るさのこと。陽気は美徳、周りに陽気を発すればそれが徳積みとなる。富士山に登る道はいくつもある。それなのに登る道はこの道しかないと決めてしまっている人は多い。その道を行けなくなっても他のルートを見つけられる人はいつか頂上を目指すことができる。打つ手は無限だからだ。良寛さんは、自分は貧しい一人の修行僧なので、人に与えるもの、あげるものが何もない。だからせめて心を温かくするような、心を安らげるような言葉をあげたい。それならいくらでもあげることができるからと言った。口から出る言葉すべてを温かい言葉、優しい言葉、思いやりに満ちた言葉にしたいと。パナソニックの創業者松下幸之助王は、採用試験で君は運がいいかと聞いたといいます。幸之助王は自分は運がいいと常に言っていたからです。自分は運がいいと思っている人は必ず運を引き寄せます。じゃあ今日これだ。